あなたを一日山岳救助隊長に任命します。今日一日よろしくお願いいたします。皆さんに楽しんでいただけるように努めてまいります。よろしくお願いします。今月12日愛知県警設楽警察署から一日山岳救助隊長に任命されたのは、サバイバルをするアイドル、サバイドルのカホナンさん。岐阜県在住で普段登山やキャンプなどを楽しむ様子を SNS で発信しています。 YouTube の総再生回数はなんと1億回超え。今回設楽警察署は彼女の発信力と登山の技量を見込み任命。その任務は警察とのコラボ動画の制作です。本格的な秋の行楽シーズンを前に登山での注意点を伝えます。一つ目、自分の体力に合った無理のない計画を立てましょう。十分な装備で登りましょう。私は今回はこういった長袖、長ズボン、歩きやすい格好ですね、あと登山靴履いているんですけど、そして三つ目、登山アプリも活用していきましょう。登山アプリコンパス、こちらがおすすめです。では安全に気をつけて登山に行ってきます。やってきたのは豊根村にある標高1358メートルの萩太郎山。冬にはゲレンデになるコースを撮影しながら登っていきます。愛知県内の山は多くが標高1000メートル以下のいわゆる低山ですが、遭難事故は毎年起きています。去年は37件でした。設楽警察署管内でも今年4月、標高900メートル台の離れ山に登っていた63歳の男性が滑落したとみられ死亡しています。標高が低く気軽に登れる低山でも、きちんとした登山の準備がなければ命に危険が及びます。登ることおよそ20分で萩太郎山登頂です。動画のエンディングにはマネキンの山を登るくんを背負いながら登った所長も出演。じゃあ始めます。はい、カホナン隊長のですね、いろいろな注意事項、はい、守っていただいて皆さん楽しく登山していただきたいと思います。自分が登山をしてきて、この分かってきたこととか培ってきたスキルとか、まあ、持ってる道具とかをこうちゃんと写してお伝えしてっていうことは意識しましたし、背景を綺麗なところで撮ったりとかいろんなこと考えて撮ったので、いい綺麗な動画になってると思います。そして今日はそのコラボ動画のお披露目式。多くの報道陣が詰めかけました。行ってみたいなっていう、一緒にそういう気持ちになれるような動画を作りました。まあ、これからその涼しくもなってきますし、山が紅葉が始まったりして、また秋の登山ってすごい楽しいものなので、今回の動画を見て、気をつけることをちゃんと頭に入れて、ぜひねこの楽しい秋の登山を楽しんでいただきたいと思います。今回の動画、一人でも多くの方にですねご覧いただきまして、山岳遭難を一件でも減らしたいというふうに考えております。今回のコラボ動画は愛知県警の公式 YouTube で公開されています。それでは皆さん、ご安全に。